もっと近くでよく見せてくれ。ベロベロベロパパパパパパパ。よし、今日からお前を。わしの嫁とする。今回は、SCP-3008 イケアを破壊します。なんで？なんでかって、そりゃ、人様に迷惑かけるあの SCP だからだよ。団体系 YouTuber じゃあ。無理だったよ。もちろん今日が何の日かは分かってるよ。マリサ、お誕生日おめでとう。スーパージャイアントバースデーチョコケーキだよ。そして誕生日プレゼントも買ってきたよ。じゃじゃん、20年前の超高性能パソコン。レイムありがとう。すっごく嬉しい。どうもこんにちは。死にます。もう生きていても意味がないってはっきりわかんだね。行きます。敵に何人はいらないってはっきりわかんだね。いくら巨大マイクロハーミアを変と言ってもさすがにこの鉄塔よりかは小さい。それにボディービルダーってのは筋肉つけすぎて逆に動きづらくて、普通に飛んだりできなさそうだから今までのヒロミキや柴犬みたいにここまで飛んでこなさそう。さあ、どうだ？どうなる？で、大丈夫でか。うおー。ゲーム。こうなったら奴らの戦艦、ボッコボコのギリタンギタンにしてやるんだぜ。スコープ貸してほしい。いよいよ、オーン、オーナーオーン、いやーん、いやーん、やめてー、そこはダメー、そこはダメー。ありがとう。優しい人って本当に言うんだぜなんだな。なんだこれ？嘘でしょ？リンゴの殻をかぶった、巨大猫と、スケボーでギリギリのところで回転しまくる、巨大猫と、そして、シンプル巨大マンマル不機嫌顔猫？こうなったら飛行機から飛び降りて逃げるしかない。なんと格好を広げてマントッシーみたいにキャッチするぞ。行くぜ。よー。いや待て。もっといい方法思いついた。バイバイ爆弾。その声は。マリサ？ってこっちこっち。いいか霊夢よく聞け。よく聞くんだ。お前が見ているそれは絵画などではない。絵を飾る前にサイズ測るために置いてあるパネルなんだ。は？何よそれ？そんなわけあるわけないじゃない。マリサは昔から芸術がわからないんだからこの貧乏低学歴バカアホ間抜けが。よく周りを見てみろ。ちょっと待って、オープニングで今まで良かったのか？何かピッカピーカが伝わってなかったぞ。てかもはやハードコア楽勝すぎるからタイトルハードコアワラでいいよね。それじゃあ絶対。話聞いてる？聞いてない。聞けよ。聞かない。いや聞けよ。落ち始めたというわけで、着いたけど。店、全部閉まっちゃってるな。去年までは全部開いてたんだけど。少女必須。永遠に光り輝き続けるものなんてないんだわ。私の感性も私の能力もそうだわ。動画なんてずっと作ってられるものじゃないんだわ。私の目標はホームレスの救済ではなく、人々が助け合えるよう人々の精神や思想を変えることである。いやー実に素晴らしい。君はもはや国民が目標とすべきロールモデルだ。お前がすでに壊れてるから？どうだろうね。そうは思わない。あーって銃弾が咲かない。あーレイムこれがどういう。あ、欲しいね。よー緊急事態が助けてくれ。今すぐ鋼鉄レーザービーを突破。はい。もすごい可愛すぎだろ。いやー生前彼女は良い警官とは言えませんでしたが良い人物とも言えず、また友達もおらず家族もおらず幼少期から孤独だったせいか性格がひん曲がり、人間の心の欠片もない邪悪そのものでした。おい新服だ、お前人が復活させられるとか言っとったけど、よく見たらただのモノマネ芸人だったなんて。スーパータイムで動画写真に入る。外の腐食員は直ちに口の中に垂れてよ。そういうもとばもつけ、これから我々はトゲート連合の復活を世界に知らしめるのだ。知らしめません。って誰じゃあれ？おいマリサ、なんか TG ポーズの全裸のおじさんが壁にスカートの中に出て。いやースカートの中に何あるの？見せて、手見せて、ヘルモンじゃねえだろこら。やばいわマリサ助けて、変質者よ、東京地下鉄変質者よ。ああもうムカつく、世の中すべて俺のものになれよもう。私の69年の人生経験から言わしてもらおう。男は見た目ではなく心というがそれは女性も同じだ。君は素晴らしい心の持ち主だ。恥じることはない。
先生。でも臭すぎてマジできついからちょっと離れてくれな。あぶぶぶぶぶ。あぶぶぶぶぶ。もうお前ら底辺 YouTuber だぜ。今回は、大自然で一週間生き残っていた。おいおいミスタービーカさんよ、焦っても遅いぜ。というわけでチャレンジスタート。これはチャールズ・バークレイ、ただの元 NBA の伝説的バスケ選手だ。元 NBA の伝説的バスケ選手って、何がどう伝説的なの？1992年のバルセロナオリンピックで金メダル取ったし、1993年に NBA 最優秀選手になったし、NBA 史上最も偉大な50人の選手に選ばれたし、NBA オールスターとオール NBA チームに11回選ばれたし、まあこれ以上言うと自慢っぽくなるからやめとくかな。そんなすごい選手がなぜ私と一緒にゲーム実況してるの？お前真面目にやるかやらないかどっちはっきりしろ。そうやってふざけ続けるならマリサにお前の代役やらせるぞ。はいはい、触ればいいんでしょ。ワープストーン訓練所カッコワラにワープカッコワラすればいいんでしょ。レイム一気やースワラブスはほかすごい。しね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 ガガガガガガしぬしぬしぬやべやべわおい、チャールズどうした、大丈夫か？神が見える、神が俺を呼んでいる。神よ我を許したまえ、神よ我を許したまえ、神よ我を許したまえ、神よ我を許したまえ。落ち着けバカ野郎、てめえはまだ言ってる。さあチャールズ、チャールズ、眩しい光に視界が歪んで見える。車が吸い込まれていってる。あれがブラックホールなのか？うおおおおお、振動がやべえ。ダメだ、気持ち悪い。ゼロ入っちまう。頭が痛すぎる。で、わーじゃー、重力がやべえ。残念だ、後頭部にくっついちまうよ。市街地まで来ちゃったみたいね。夜のニューヨークは眠らないんだ。サカクス勝手に連鎖停止だ。じゃー、来ないでアルバム全部買いますから許してくれ。カジノの中にもいる。冷え冷えピアピア、冷え冷えピアピア。というわけでついにやってきました、本日最後の爆破検証。最後はこのよくわからないめっちゃでかい爆弾です。奇跡的なバランスで立ってんな。この爆弾を奇跡的なバランスで置いたのはトランスタワーを建設したあの男です。誰だよ。お前のカーカンデイスだー。ゴリラゴリラゴリラチュブチュブユリカチキキカチカチキキ。いや普通につまらん。というわけで以上が2023年下半期全25動画のダイジェストでした。この半年間は今まで史上最大級のスランプで、9月と10月は動画を1本もアップロードできず、また現在も新作動画が作れず、このまま何もしないよりかは、昔の動画を作り直してでも動画作りした方がいいと思っているので、2024年上半期は過去動画の作り直しが多くなると思います。というわけで2023年の1年間ありがとうございました。また今年もよろしくお願いします。では。